飲み値上がり駅は石川県の三市大成町にある西日本旅客鉄道北陸本線の駅。本校では1980年まで当駅に隣接し乗り換え駅だった北陸鉄道のみ線の新寺井駅についても合わせて説明する。島式ホーム一面二線と側線一本を有する地上駅。カーブの途中にあり停車する列車はかなり傾く。 情報確認用の監視カメラがホームの端に設置されている。旧寺ラ駅ではコンクリート平屋建ての駅舎を線路東側に備え、ホームとは地下道で連絡していた。駅舎の橋上化工事により2012年8月27日から仮駅舎に移行し2014年3月9日に橋上駅舎が使用開始となった。なお、 この時すでに2015年3月14日のノミネ上がり駅への駅名解消が予定されており、この京定駅舎の外壁部分には解消まで駅名が掲げられていなかった。小松駅が管理し、JR 西日本金沢メンテックが業務を受託する業務委託駅で緑の窓口がある。自動改札機は設置されていないが、代わりに入場印時期がある。 列車接近時には接近メロディーが流れる。北陸本線で汎用的に使われている曲が流れているが、2015年3月1日から2017年3月末まで、地元のミッシュ出身の加賀大輔が作詞した、栄冠は君に輝くが使われていた。2017年4月以降は、上りホームはエリーゼのためにが、下りホームはアニーローリーが使用されている。 2019年度の1日平均乗車人員は1291人である。石川県統計所と野見市統計所によると、近年の1日平均乗車人員の推移は以下の通りである。寺井駅と称していたが、駅の位置は野見市根上がり地区の中心部近くにあたり、旧駅名の由来である。野見市寺井地区は当駅から約1キロメートル東の場所にある。このため、 のみしは、氏名と地区名を合わせた駅名として、のみ値上がり駅に改称するよう JR 西日本に要望し、2015年3月14日に改称された。かつて、のみ仙台台バスが、鶴木駅から値上がりまで運行していたが、北陸鉄道の分社化などに伴い、旧、値上がり旧寺井の部分がカットされ、旧辰野口町内の倉重や旧寺井町の、 寺ライ史跡公園前で折り返しとなった。しかし寺井辰野口、値上がりの山頂合併により再び、寺井駅まで延伸された。2006年には、この多旧寺井町のコミュニティバスが、旧辰野口町内まで延伸されるようになった。しかし、路線バス、のみ線は2007年12月31日をもって、全線が廃止された。廃止後は、のみ市、 コミュニティバスと北陸先端科学技術、大学院大学のシャトルバスが道路線の代替を引き継いだ。2020年現在、駅前からは以下のコミュニティバスが運行されている。飲み線の始発駅で国鉄駅の東側に位置。駅構造は開業時から廃止時まで短式ホーム1本。ホームは線路の東側に置かれ、国鉄駅との間に挟まれるように、 貨物側線があった。北陸本線との間には、貨車受け渡しのための連絡線があった。1960年代の駅舎及び駅入り口は、比較的広く、入り口上部には、鉄取遊園、四宿高原、辰野口温泉行電車乗り場の表示があったが、晩年は駅舎、入り口ともに小さくなり、入り口上部の表示も、辰野口温泉、剣、 白山下方面業電車乗り場と改まっていた。新寺駅に関するカテゴリ、寺駅に関するカテゴリ。ありがとうございます。